次ちょっとロープ打つね、一旦27時か。これ食べます。お昼ご飯もう3分経った。今16分14分に入れたから、うん、14分、もうちょいか、3分まだだ。17分か、間違えた、3分経ってないわ。ちょっと水入れよう、あと1分。まあでもなるかも、準備してたら。なんか辛ラーメンってさ、何か入れたりしても美味しいのかな、わかんない。チーズ持ってきたけど美味しいかわかんない。とりあえずスタンバイ OK とは。どういうこと、スタンバイ OK。 ちょっと食べよう、そろそろ3分経ったぞ。手もいじった何よいしょ。混ぜてない。辛そう、美味しそう。見えないね、ほら見えない。おいしそう、全然見えない。科学的に赤い水飲みたい。かな、そろそろ。いただきます。じゃあチーズは後で入れるわ。最初は普通に食べた。しなべ、うん、飛びそう。あ、辛いけど美味しい。懐かしい、この味食べてなかった最近。久しぶりに食べた、うん、普通に食べれちゃう。辛いけど、え、辛いよ普通に辛いけど美味しい辛さ。これより辛いんでしょ、韓国のあれ買ったけど、あれやばいな。じゃあおいしい。うちのね、辛ラーメン、つらラーメン、かわいい。つらラーメン、かわいい。辛そう、辛いよ。普通に辛いけど、美味しい。熱い、辛いより。
美味しい。辛いけど熱い。ちょっともうちょっと冷えてかな。一口目食べた時辛いなと思ったけど、だんだん慣れてくるね。これうん、辛い辛いってダメダメになるよ。なんないんだよな私。これじゃなんない。もう一個のやつだったら辛いけど、こっちチーズ入れてみるわ。美味しいか分かんないけど、卵入れる、あ、卵入れても美味しいな。え、普段ねカップ麺食べるよ、普通に食べちゃうんだよ、あんまりアレンジしない。チーズ美味しいか分かんないけど、チーズあれかな、ちぎって入れた。合うかな。若干口ヒリヒリするけどさ。美味しい。ちょっと麺で挟んで、とろけるチーズだから。じゃあ温めないととろけない。時間もない。あ、40分か。もうちょいあるか。ちょっと待って、固まってる。ちょっともうちょっとさ、うん、ちょっとちょっと飛んできた。チーズだ。じゃあもうちょっとね、固まっちゃった。感じかな。ちょっと固まってるけどいいか。チーズ見えないね、反対側にあるわ。いや麺と同じ色にじゃが乗ってるけど。ちょっと見えない。いただきます。美味しい。いいねチーズ。でも辛さが全然まろやかになったりとかしない。全然辛い。全然辛いけど美味しい。下に固まってるわ。見える？チーズ。わかりづらいよね、麺と同じ色してる。うん、あ、美味しい。でもチーズたくさんついてたら言うほど辛くないや。
美味しい。あ、食べるうちにだんだん辛さが麻痺していってんのかな。あんま辛くなくなってる。辛いけど一番最初の一口目が一番辛かった。扇風機つけよう。暑い。ずっとつけてなかった。水の口拭きた。今度はカレー焼きそば。カレー焼きそば？なんだっけ？ペヤング？ペヤングのやつ？あれさ、一番辛いの食べたことあるんだけど、これ本当に辛いのね。全部食べきれないぐらい、一人で。ペヤングかな？あと他に何かあったっけ？カレー焼きそば。ぐらいしか知らない辛い焼きそばあるの。でも焼きそばは普通のやつが一番好きなんで、辛いやつとね、UFO が、UFO の焼きそばが好き。ラーメンは辛いのは好きなんけど、UFO って液体ソースじゃん。あれがいいよね。トマトソースも美味しいんだけどさ、液体の方が好き。ソース。私の家は UFO 派ですね。ヤング買ってくることあんまない。だからさ、ペヤング初めて食べたのはほんと何年か前ぐらい。それまでずっと UFO しか食べたことなくて、割と最近かも。ペヤング初めて食べた。ヤングは基本簡単。あ、そうなんだ、知らなかった。西日本は日本なんだね。だからか。でも普通のピヤングも食べたことあるよ。美味しかった。やっぱ一番いい方が好きだった。美味しいけどずっと食べてるから多分もう味が慣れてる。マヨネーズがいい。焼きそばは、うん、最初は普通に食べるので、あとで途中でマヨネーズかけるみたいな、そんな感じ。味変みたいな、そうやって食べるのが好き。美味しい。シナメンいいね。久しぶりに食べた。地図とか行った。
手に箸当たった。あれだね、カップ麺だったら配信でも食べやすいわ。普通のご飯ちょっと食べづらいからな。前みたいになんか落としちゃいそう。置いたりするのがこう多い感じのものだったら。あとちょっとだ。ほぼ5みたいな。なんか軽く、なんかそんなに、うん、口ヒリヒリするけど、一口目が一番辛かった。慣れちゃった。おいしい。もうほぼ5しかない。全然余裕で食べきれる。そこにめっちゃ溜まってる。チーズがちっちゃくなってる。いっぱいいる。美味しいチーズ。もうスープ飲めるかな。さすがにさっき安かったんだよね、最初の方飲もうとしたら。飲んだけど、ちょっと飲んでみよう。あ、辛いね、普通に。ちょっと口にめっちゃ出た。リップ溶いちゃった。辛いけど、美味しい。もうない。スープしかあと残ってない。ちょ、見えない。あ、見えた。美味しい、美味しいけど口痛い。久しぶりに食べた辛いの。ご飯投入する。確かに、でも今ご飯ない。ここ開けないと取れ。取りつかこれ食べるけど、もう取りつか。いや、これはね、辛いのよ。もう絶対に辛いの、この辛ラーメンより。これはね、絶対に辛いから。辛ラーメン意外と辛かったね。もうちょっとあんま辛くないイメージだった。普通に食べれないことは全然。そう、これめちゃめちゃ辛いの。だからこれ食べるときがやばそう。もう一個食べちゃう。いや、これさすがに食べない。もうこれ食べたら、今からこれ食べたらもう胃が死んじゃっちゃおうかな。なんかもう消化器官が。チ
死んじゃう。美味しい、美味しかったかな、久しぶりに食べた辛ラーメン。美味しい。でもこのさ、この感じ見るだけじゃさ、そんなに辛くなさそうだけどさ、こっちもちょっと意外と辛い。食べれないことはないけど。そう、パッケージのさ、このさ、このラーメンはさ、映ってるやつはさ、言うほど辛くなさそうじゃん。ちょっとは辛そうと思うけどさ、あんまり。でも結構辛い、美味しかった。辛いの好きなんだよね、だから辛ラーメンぐらいだったら普通に食べれちゃう。辛いけどね。これいつか食べますね、この韓国のプラク。あ、また今度。今日は食べる。絶対に辛いから。これもなんかあれかな、これあれ流行ってるよね、なんかさ、ライスペーパーみたいなのにさ包んで食べる食べ方。こう。ライスペーパーみたいな、なんていうの、あのさ、モッパーみたいなやつ、なん、あの YouTube とかでさ、食べる動画さ、ただ食べ物食べるだけみたいな動画上げてる方いるじゃん。なんかああいうので流行ってるイメージ。最近それが好きで見てたんだけど、ちょ、ライスペーパーがあったら買ってこようかな。全部は包まないで、ちょっとだけライスペーパー包むのやってみたいな、そうしようかな。ライスペーパーなんかね、このなんかそう、うん、なんか流行ってるっぽい。私もその YouTube 見て初めて知った。このブルダック食べてる方、そうやってる方が多い。いや、ライスペーパー食べたことないんだよね。ライスペーパーでなんか作ってみたいな、なんか流行ってるけど最近。ちょっとあったら買ってくる。普通に売ってるもんなのかな。ライスペーパー、ライフセーバー、違う違う、ライスペーパー、ライスでペーパー。生春巻き、生春巻きそんな食べたことなくって、私何回かしかない食べたこと。でも美味しいよね、あれ。すごい口の色がないや。あ、もう落ちないようにと思ってティーツ塗ったんだけどさ、落ちてる。もういっか、まだちょっとだし。ライスペーパー、今から辛ラーメン買ってきて食べてみようと。ぜひ。美味しい、めっちゃ久しぶりに食べた。最近辛いの全然食べてなかったんだよね。こういうさ、ほんと辛いってやつ、なんかちょい辛いぐらい終わったけど、この間麻婆豆腐食べたんだけど、その時にちょっとラー油足したりとか、ちょっと辛くするぐらいとか終わったけど、そう、なんかこういう、なんていう、ほんとに辛いやつ久しぶりに食べた。ライスペーパーって、ライスペーパーは私もよく分かってないんだけど、他
こうやってなんかねこう半透明でなんかね丸くてね春巻きの皮みたいなああいうこうみたいな感じのやつ春巻きの皮ではないけどお米でできてるのかなライスって言ってるからあんまよく分かってない。なんかそれをこのフルダックこれさこれ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 をなんか入れてこうライスペーパーで包んで食べるのが流行ってるみたい。そうだから今度食べるときにそのライスペーパーがあったら買ってくるかなみたいな。それもやってみようかな。分けてねこれ。そうでも私も食べたことないですけど生春巻き、ああそうなんか確かに見た目あの半透明な感じ皮がみたいな。うん、何分だ。ランキングを読みましょうか。じゃあ13位からランキング読みます。13位タルボさんありがとうございます。12位カザさんありがとうございます。11位トワさんありがとうございます。10位ムムさんありがとうございます。9位香港の春マットマーク京香推しさんありがとうございます。8位ラボーナさんありがとうございます。7位アイスカフェアットマークリランチュ激辛色の赤きて京香配今日が配信しようさんありがとうございます片言みたいになっちゃった。6位まさむねさんありがとうございます。5位しんさんさんありがとうございます。次4位マトニーさんありがとうございます。3位しんさんありがとうございます。2位北風グリコさんありがとうございます。そして1位がタッシー、ビースターマンさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。次の配信は17時から夕方からです。美味しかった辛ラーメン、辛かったけど。辛ラーメンって何、これ韓国のやつ。あ、韓国って書いてある。あんま分かってなかった美味しかった。久しぶりに食べた。一口目が一番辛かったでもこのフルダックはそんな風にやから絶対ずっと辛い。あと1分ありがとう。美味しかったね。ごちそうさまでしたまた食べるときは言いますね。またいつかすると思うんで。そう、辛いの好きなんだよ。でも韓国の料理はめちゃくちゃ辛かったけど、韓国行ったときに食べた料理はこれ日本で食べるやつよりなんか結構数倍辛かった。じゃあそろそろ時間なので、じゃあ次は17時からです。ぜひまた見に来てください。ありがとうございました。またね、バイバーイ。ありがとう。